今回は、FF9 のイベントのメタプラスやっていきたいと思います。で、メンバーはこんな感じです。フレンドさん、エースさんの叫ぶをお借りします。数回9のメンバーのみで行ってみたものの、無理なんだ無理っていうか、みんな落ちちゃうんだよね。最初のメテオからのあれがね、きつくて。なんでこのメンバーにしてきました。弱点が雷と氷なんで、まあ、ライトニングスコールで。間違えたね。間違えなかったわ。パンプキンだってなって。メロットさんって、意味ないもんね。下2人、まあ、ね、下2人に関しては別にいつも通り壁を張ってもらって、レナにしてるのはレナが唯一解放を見せまって、ね、解放してるキャラなんで、まあ自動的にね、スルバの中では HP が高いんで、ああ閉じちゃった、なるほど、無視無視、閉じたところで攻め立てて、そうそこまでね、解放してるのがレナだけなんで、今のところ。今回のフルスローで確か地のフラグメントの星5もらえたと思うんで、まあそれでエアリスかヤシトラかどちらかを解放しようかなと思ってます。ヤシトラの方がね、参加してる率高いんでヤシトラの方がいいかなと思うけど、エアリスかな。はい、スロイスター、うわー効くね。ちょっと待って間に合うかな。ドッキリ、いいね。あれだね、弱点があるから、複数弱点があるのは、ありがたい、強い、強いな、ここ。入れてるっぽいね。ウィナーで入れてあげれば、でも今更感もあるけどね。うん、ちょっといいね。ちょっと結構、うお。あ、まだいける。あ、今の固定ダメージなのかな。みんな3000だった。閉じた、割とお構いなしでダメージ与えれるね。結構早いんじゃないかな。要求的には一気に終わらせたい、みんなで終わらせたいっていう。どうだろう、無理かな。全然だと厳しいね。
OK OK です。まあまあまあ、ちょうどね、100点の、あーでもヒラメはすごいな、100点をつけるキャラがいたんだよ。ここは全員全員にしとけばね、とりあえずはデスもないし。はい、じゃあ次はフルスロ、このままやっちゃおうかな。あ、やった多分このメンバーでいった方がね、安定感あるから、この今メンバー噛んじゃった、このメンバーでいきたいと思います。じゃあちょっと準備していきます。カット。はい、準備してきました。メンバーは基本変わってないです。あれだ、この横のね、あれをいじったぐらいであれだって、フレンドさん、ナオさんの叫ぶお借りします。はい、まあ多分パパッといけるんじゃないかな、ゲージがある分ね。ライトニングとスコールがほんと強いんで、最初の固定メテオがね、痛いね、意外と。実験で、で最初の回復が間に合うかどうかっていうのが一番割と大きかったりするよね。大丈夫かな、いいな、強いな。次だね、防御力がそんなに高くないのが結構欠点感もあるけど、いいです、可愛いんでね可愛いんだもん、しょうがない、左弱い。よし、ちょっと閉じる前に一気にこう閉じられるとね。いいね。ダメにしてこれだけ削れてれば相当だよね。閉じちゃった。いいや。ナイスナイス、ですね、OK、リスターは大丈夫、大丈夫強っ、8000閉じてるのに、どうだろう、おいいね、フルスロは気持ちいいよね、なんかこう一気に行けられるから、サイラム、うわ、普通に、結構やっぱ食らうね。これでは、これと次のライトニングで意外と割りそうな気がするな。終わった？どうだ？終わってない、意外と終わってない、オッケー。
物的ね、本編だとね、ナインの中だと結構嫌いだったけど強いって思ったけど、こっちだと、ね、そんなことはなかった。はい、 OK です。あー嬉しい、血のフラグメント。で、次なんだっけ、特にまだ何も、次のイベントとかわかんないよね。あ、そうだ、フェスがあるんだよね。来週だっけ、来週末ぐらいからか、属性ごとのガチャが来るんだよね。なんで、まあ、手薄なね、雷とか、雷まあ、今ね、45個なんで、100溜まるかな。2回ぐらいは引きたいよね、やっぱフェスだからね。はい、じゃあ今回これで終わりたいと思います。バイバイ。